はい、どうも、なべこのウォッチ旅、りょんたんです。スペイン旅行の、速報2日目ということです。今現在ですね、マドリードのホテルにチェックインしたところです。こんな感じでね、部屋を散らかしまして、絶賛ガジェット関係の、充電をしております。今現在ね、時間の方が2月3日日曜日の深夜2時になります。そしてまた明日ですね、朝の5時、今から3時間半後の5時半ぐらいに起きて、次のねツアーに出る予定なので、ちょっとねバタバタしておるところです。ホテルのね中はこんな感じで、さすがスペインらしくというかね、スペインを全力でアピールしているのか、ね、赤い闘牛のね、赤色の、ベッドに、壁には闘牛とか、なんでしょうね、スペインを代表する絵柄関係がずらっと並んでおります。それでは本日の振り返りなんですけども、朝の8時ぐらいにですねホテル出まして、こんな形で羽田空港に向かいましたと。で、お決まりの展望台からの、飛行機ですね、写真撮影しております。こんな感じでね、今度2020年にあるオリンピックの、観光メダルがね売ってたんですけど、普通のね観光メダル言うたら1枚400円、ちょっとその絵柄がねちょっとカラーだったりしたら500円とかで売ってることが多いんですけど、今回はね、見てのご覧の通り1200円ということで、普段の観光メダルの3倍ということで、さすがにちょっとこれぼったくりじゃないかなということで、さすがに今回ね買いませんでした。そしてチェックインなんですけども、さすがね土曜日ということもあってかなり混んでまして、普通チェックインカウンターの、行列もそうですし、保安検査の方もかなりね、行列ができておりました。今回僕はファーストクラスということもありまして、それぞれね優先レーンで快適に、通過できましたと。制限エリアに入った後はねお決まりのラウンジ巡りということで、今回はファーストクラスということで、スイートラウンジですね、 ANA のスイートラウンジ、利用して、こんな感じでね軽めにいただきましたと。鉄板のねチキンカレーと、あとなんかうどんですね、代わり種のうどんがあったんで、そちらと、あとはこまごましたやつをいただきました。お腹がいっぱいになった後はシャワーということで、さっぱりとね浴びてきました。ニコニコの方ではね、僕ねバイト以外なんかなんだかんだやってますけどね、空港と言ったらシャワー、シャワーと言ったら空港って感じでね、やっぱりね、空飛行機に乗る前に汗を流してねさっぱりできるっていうのはね、やっぱりいいですね、快適です。どうしてもねやっぱ空港内ってね暑いんですよね、今なんかね寒い時期ですから皆さんね着込むんですけど、空港内はねやっぱ暖房ガンガン効かせてるし、また僕なんかで言ったらね荷物とか結構多くて、それでいて着込むとねすぐに汗ダクダクになるんで、やっぱねそういった汗をね搭乗前に洗い流せるのは本当ね素晴らしいです。はい、あとちょっとアメニティでちょっと若干しょぼくなった感はしましたね。はい、それはまた別途何かの機会で紹介しましょう。はい、であとこれね、メーカー見るの忘れたんでしょうですけど、ダイソンですかね、ドライヤーなんですよね。僕はねもう思いっきり短髪というか坊主というかちょっと毛が薄くなっちゃってるんで、無縁のアイテムではあるんですけどね、なんていうの、羽のない扇風機みたいな感じで、なんか中のないね、ドライヤーということで初めて見ましたね。すごいですね。なんか羽もね、あと電熱線っていうんですかね、もうその中央には何もないのにあったかいね空気が出てくるということで、ね、時代の進歩はすごいなといった感じです。そして11時過ぎぐらいですね、いよいよ飛行機に搭乗という形です。で、座席はこんな感じ、全日空ご自慢の ANA のねファーストスクエアといった感じで、本当に高級、超高級漫画喫茶といった感じで、プライバシーがね守られた、こんな感じの、座席となります。こんな感じでズバーンとね飛び立ちまして、お待ちかねの機内食といった形ですね。こちらはね最初のアミューズというのになりまして、いわゆるね料理が来るまで、これまで食っとけ、といったものになります。4つぐらいねものがありまして、全部ね本場ねシャンパンにね合うんですよね。アミューズのメニューとしてはですね、4種類ありまして、ナッツスティック、
鴨の生ハムとマッシュルームのマリネ、タイム風味、アンズとバターのロール仕立て、ソフトスモークホタテ貝と大長みかんソース、ということでね、メニュー見てもよくわからないんですけど、まあ、とりあえず全部美味しいといった感想です。そしてお待ちかねの1食目ですね。今回は洋食をお願いしました。まずはアペタイザーね、前菜ということで、まあ、3つからね選べたんですけども、僕の方はオマールエビとそのコンソメジュレのガトー仕立て、バニラ風味キャビア添えということで、まあ、オマールエビがねドーンと、乗ってて、その下になんかいろいろ乗ってて、でプラスアルファね、キャビアが一瓶丸々ボーンとね置いて、自分の好みで、まあ、振りかけたりキャビアだけ食べたりするというね、贅沢な一品となります。まあ、とはいえ僕ね、基本の貧乏舌ね、すき家うめえ、マクドナルドうめえって言った形なんで、まあとりあえずうまいとしかね表現がしようがないかなと思います。まあ、詳しいね、また味の評価といいますか、レポートについてはまた後日ね、だいぶ先ですけども、にまた動画化するね、ゆっくり音声でのまたあの動画をご覧ください。はい、続いてサラダということで、ガーデンサラダだそうです。ドレッシングの方はね、2種類から選べまして、今回僕は柚子胡椒のドレッシングにしました。まあ、とてもね、美味しいですね。やっぱりね、どうしても旅行中というのはね、野菜が不足しがちになりますんで、まあ、こういった形でね、積極的に取れる機会があればどんどんね野菜食べていきたいと思います。はい、皆さんもね野菜どんどん食べていきましょう。続いてスープということで、コーンスープとなります。簡単な、ね、あのインスタントの薄いコーンスープではなくて、本当ね濃厚なねコーンスープなんですよね。もうコクというかね、深みというか、そういったものがある、本当にねお店で、きちんとしたお店で食べるような、飲むようなコーンスープで美味しいです。そしてメインディッシュですね、今回は肉ですね、ステーキ、黒毛和牛フィレ肉のグリル、パンチェッタとエストラゴンのソース、レンコンのガレット添えということで、まあ、お肉にねしましたと、ね、僕はね、まあ、そういう食べ物だけ肉食系男子になりますんでね、やっぱりどうしてもねワーストクラス、飛行機に乗ったらねやっぱステーキっていうのがねやっぱ食べたくなるといった形で、まあ、これね元から最初からもうね、ステーキを食べようと思ってましたんで、注文しましたと。当然ね味の方はうまいとね、飛行機の上で食べるステーキはね、ほんまね格別ですね。最後にデザートということで、マロンパイというね、まあ、料理名的にはね簡単なマロンパイなんですけども、まあ、実際のとこはねマロンパイに合わせてバニラのアイスとチョコレートケーキも一緒に乗っておりました。で、まあ、マロンパイもね本当ね外側から見たらパイの塊なんですけど、中はどんどん崩していくとね、中にこのクリームの、なんて言うんでしょうね、まあクリーの味をほぐしたような、なんかいい感じのものが入ってましたと。はい、はい、レポート下手ですね。はい、そんな感じです。こちらはプティフールということで、最後ね食後の、まあ、コーヒーとか紅茶飲むときにちょっともらうちょっとした、まあ、お茶受けみたいな感じですかね。ボンボンショコラとプティフィナンシェピスターシュとプティマカロンバニラとチェリーとかっていうね、まあ、わけのわからんねカタカナばっかのやつなんですけど、まあ、全部ね甘くて美味しいです。以上で1食目の食事は終了で、こっからね確か3時間30分ぐらい、ね、寝ることができましたと。でそれからだったらねちょっと小腹が空いてきたんで、こちらのねメニューにありますお好きな時にというねメニューの中からカツ丼をいただきました。まあ、こちら何かと言いますと、まあそのね、軽めの軽食がねずらーりと、並んでまして、ラーメンからうどんですね、あとハンバーガーであるとかカレーとかカツ丼で、あと炙りフグカラスミ茶漬けとかね、まあ、いろんなこういう軽いものからがっつりしたものまで、ね、いつでも好きな時に注文する、注文できるメニューとなります。そしてこちらがそのカツ丼ということで、まあねちょっとね正直これについてはね見た感じはねがっかりといった印象でしたね。
やっぱねカツ丼って言ったらね、あの半熟の卵が上からカツの上からねかかったやつをイメージするんですけど、まあ、どうしても機内での調理っていうのはまあ限界というか、前もって基本ね、調理したやつを温めるだけって言ったところもありまして、なんて言うんでしょうね、すき家とかのマグロのユッケのフリスピーって言われると思うんですけど、あんな感じで、卵がねフリスピー状態でも固まってご飯の上にのっかかってまして、でその上にねカツがドーンと乗ってるといった感じで、見てくれはねちょっとねあれーって思いましたと。ただね食べてみたらね、カツがねほんまジューシーで、すっかりとね油も乗っててめちゃうまかったですね。そして到着前の2食目ということで、本来はねこのメニューのような形の、まあ、軽めのねメニューがそれぞれ和食洋食用意されてて、そちらのどちらかを選ぶ形にはなるんですけども、まあ、今回はねちょっと無理を言いまして、まあ、ダメ元でちょっとお願いしましたらですね、まあ、1食目で提供される和食の方でね、和食のコース料理を、まあ、余ってたら取ってくれるということで、ありがたくねちょっとお願いしてみましたといった形で、前もって言ってきますと、普段はね基本できませんね。まあ僕自身が厚かましいお願い、いやしいお願いをして、全日空さんの方がその行為に応えてくれたといった形で、まあこのね動画を見て、あそんな和食洋食洋食を食べることできるんやって思われたら、くれぐれもそれは、勝手に思わないようにだけお願いします。僕がいやしいだけ、無理なお願いをしただけといった形で、基本は一人ね和食洋食どっちかの一食目の料理のみとなりますので、その点だけご注意をお願いします。そしてこちらが和食一食目のコースとなりますね。本当にね、まあ、懐石料理といいますかね、ほんまとこのお店で食べるような本格的なメニューとなっております。こんなね和食についてまずこんな感じでいろいろね出てきます。まずは先付け、ズワイガニ、トサズジュレガケですね。そして前菜としては小もちエビ、干し柿チーズ生ハム巻き、パン揚げ、なんかいろいろね、明太レンコンゆかり揚げ、紅魚南蛮漬け、若桃煮、黒豆三つ煮といった形で、とりあえずねいろんなね、味を一口ずつ食べられるということで、まあね和食のこの前菜はね、まあ、楽しいというかね、食べて楽しいといった感じになりますね。続いてお椀ということで、なんかね汁物です。はい、ちょっと漢字が読めないですけど、まあ単純に汁でですね、まあ、中には卵焼きと大きなね鯛の身と、であとカブを薄く切ったやつですね、そういったものが入ってました。それもとても美味しいです。はい、そして今度こちらはお造りということで、トラフグ焼き霜サラダ仕立てということで、ポン酢のジュレということでね、まあフグって、ね、僕も何度か食べたことあるんですけど、まああんまり味がしないというか、ほぼそのなんかポン酢食ってるような感じでしたけど、まあ、これもねほんとあっさりとして、美味しかったですね。そして最後にねこんな感じでドーンといろいろ来まして、まず蒸し物、白子茶碗蒸し、べっこうあんかけ、続いて小鉢、島根県産松永和牛たたき風ロースト、そして主菜がマダイとズワイガニの、まあなんかそんな感じのやつですね。はい、まあねすごい全部ねすごい美味しいね。まあね僕基本食レポ下手なんで、すごい美味しいとしか言えないですけど、本当ねすごいです。はい、とりあえずね一個一個はね全体通して言えることなんですけどね、やっぱ日本人ということもあってかね、やっぱ合いますね。他にもまあご飯とね味噌汁とあとお漬物、そういったものも合わせていきますので、どれもねどれもこれも美味しいといった形です。そして最後に和菓子のアンプディングというところで、なんかね有名なお店のなんかデザートなんですかね、なんですけど、まあ普通のプリンのねカラメル部分、黒い部分が、まあ何ていうかね、あんこでできてるということで、ね、こんな食べたことないわって感じのねやつだったんですけど、とっても美味しくねいただきました。はい、以上で機内食レポートは終了という形でね、まあ、こんな感じで和食洋食ねそれぞれいただきましたと、ね、どれもこれも大変美味しかったです。はい、皆さんもね、まあ、ぜひ、ぜひというか、まあ、利用する機会ありましたらね、ぜひぜひファーストクラス
ね、体験なさってくださいということで、まあ、今回僕もね当然実費で、行けるわけもなくねマイル貯めて利用したんですけども、まあ、実費で払った場合は約100万ぐらい、するらしいんで、うん、普通の人はまず行けないでしょうね。はい、だからなんで皆さんもね一生懸命マイルね、貯めてぜひぜひ、乗ってみましょうという形です。であとはねその後は帝国通りにドイツフランクフルトに到着しまして、でまあ5時間ぐらいのトランジットの後、ルフトハンザーの運航するですね飛行機でマドリードまで行きましたと。でこちらがその時のマドリード便の機内食ですね。まあ飛行時間ね2時間ちょっとなんですけど、まあビジネスクラスということもあってこんな感じでがっつりとしたね機内食もいただけます。前菜は生ハムで、メインはね確か鶏肉と鶏と魚から選べたんですけど、まあなんとなく鶏にしたらねなんか思いっきりカレーっぽかったりとか、なんかタイに来たようなインドに来たような感じの雰囲気のメニューでしたね。まあ、これも美味しかったですね。そしてマドリードの方にもほぼほぼ帝国通り、到着しまして、そこから空港と市街地を結ぶ連絡バスでですね乗り継いで今現在のねホテルにやってきましたといった形です。はい、まあ、今回ねほとんど移動なくひたすら食っちゃね食っちゃね、まあほとんど寝るもしてないね、ひたすら食って食って食ってばっかりだったんですけど、まあまあそんなこんなのね、スペイン旅行2日目でした。はい、まあまあこんな感じでね、順次また明日以降も簡単なね動画にしていこうかなと思いますので、またよろしくお願いします。はい、終わります。